三県一局時代は北海道の歴史における時代区分の一つ。1882年2月8日の開拓支配史に伴い、函館県、札幌県、根室県が設置された。また、北海道にはこの三県のほか北海道事業管理局が設置されていた。三県と事業管理局は1886年1月26日の 北海道庁設置に伴って廃止された。1871年10月3日、当時の北海道開拓市は、北海道の開拓の目処として、翌72年から10年間1000万円をもって、総額とするという大規模予算計画、いわゆる開拓市10年計画を決定していた。そして開拓市10年計画の満期を迎えた1882年、 当初の計画通り北海道開拓市を廃止し、その当時置かれていた北海道開拓市の札幌の本町及び函館、根室の西町のそれぞれの管轄区域に応じて、道外と同様2県という行政区域を新たに3つ設定することになった。開拓事業については、これらの3県と農商務省管轄の北海道事業管理局とで、 地方レベル、国レベルを各々分担する形で引き継がれることになった。北海道開拓市の廃止直前に、開拓市勧誘物払い下げ事件が起きて混乱が生じたものの、1882年2月8日、予定通り北海道開拓市に代わって、札幌県、函館県、根室県の3県が成立した。これによって、北海道全体としては初めて近代行政機関、 近代養成区画を持つことになった。なお、道外の県とは異なり、これ以降も続く開拓史的な任務の都合や、低すぎる人口密度などのため、これらの3県に県議会や軍役所が正式に設置されることはなかった。各県の管轄地域と旧国制度の領域の対応はそれぞれ下記の通りとなっている。開拓史函館市長の管轄区域をもって成立する。 県庁所在地は、旧都東国亀田軍の箱館区。県令は、時藤田目元。管轄地域は、都東国の全域と尻部市国の久遠、奥尻、太郎、瀬田名、島巻、スっつ、宇スすツ、磯谷の八軍、いぶり国山越郡軍とされた。これは、幕末の和人地から、尻部市国の岩内郡以北のみ除いた範囲に相当する。 開拓資本庁の管轄区域をもって成立する。県庁所在地は旧石狩国札幌郡の札幌区。県令は図書広下家。管轄地域は石狩国、手州国、十勝国、日高国の全域としりべし国の岩内、古う、シャコタン、ヨシクニ、古びら、一、イチ、オ高島、小樽の旧郡、イブリ国のアブタ、室蘭、ムロラン、ホロベツ、シ 幽閥、千歳の七軍、北見国の総や、江差し、利尻、レブンの四軍とされた。なお、尻部市国九軍は、幕末の和人地の一部であった。地理的には、十勝国十勝軍の東端と総や岬、新井岬、襟裳岬の三つの岬を4、いたりとしていた。根室県庁開拓市根室市長の管轄区域をもって、成立する。 県庁所在地は旧根室国根室郡の根室梅ヶ替町。県令は、誘致状期。管轄地域は根室国、釧路国、千島国の全域と北見国の門別、ところ、網走、シャリの4郡とされた。開拓をめぐって3県と北海道事業管理局の方針の足並みを揃えることができず、加えて松方財政の影響による不況によって、財政収入が伸び悩み、 帰って開拓の障害となった。また、当時の北海道全域の人口は26万5千人に、過ぎず、うち半数以上に当たる15万千人が、正木き半次団以来の集中地域である、函館県に集中し、逆に極寒の未開拓地が大半を占める根室県は、わずか1万7千人という不均衡の問題が、生じていた。そこで、三議 伊藤博文は1885年に大上官大書記官、金子健太郎を北海道に派遣した。70日余りの視察を終えて帰京した金子は、現行の三権体制が機能していないことを報告した。この報告を受ける形で1886年1月26日、三権及び北海道事業管理局を統廃合して、 内務省管轄の北海道庁に移行することになり、三県はその役目を終えた。なお、旧函館県及び根室県の組織はそのまま北海道庁函館市長及び根室市長として、1890年11月5日の市長制移行まで継続されることになった。ABC 法令前書第17冊近代デジタルライブラリー国立国会図書館。ありがとうございます。